はい、こんにちは。聞く美術館ラチです。今回はラジオシリーズから印象派を代表しますクロード・モネについてまとめていきました。もうこの人はね、日本人大好きなんですね。西洋人人気画家ランキングでレオナルド・ダ・ヴィンチ、フェルメールを抜いて1位を獲得しているぐらいです。いろんな調査があるんですが、もう常に上位を席巻しているのが今回ご紹介するクロード・モネですね。めちゃくちゃ愛されてます。もちろん海外にも、そして日本人にもすごく愛されているんですね。そんな愛されているモネの作品、三大要素、光、水、そして日本美術があるわけなんですよ。学校中の男子からもう可愛い可愛い言われてるアイドル系女の子に、好きです付き合ってくださいって言われてるような状態、まあもうまんざらでもないですよね。そういうアイドル系おっさんが今回のクロード・モネ、人やじ、おうおう、クロード・モネ、もう全然この語呂合わせ覚えなくていいんですが、やじ飛ばされてたんですね。がっつりと組織が形成されていますっていうところでは、モネ嫌われてた時あったんですよ。あんたの絵ダサくないみたいな感じでね。さあ、一体この人たち何なのか、そしてこれが後にどうやって愛されるようになっていったのか、この辺を紐解いていきたいと思います。さあ、モネの話をする前に、モネが生きた時代について少しまとめていこうかなと思います。もうね、激動のフランス史なんですよ。フランス革命以降っていうのはもう本当に激動の時代だったわけですよ。バルティー要塞が襲撃されて、最終的には王権制の廃止につながるような動きになってきました。それで800年以上続いた王権制というのがこう覆されて、市民がやるぞって共和制っていうのが誕生したんですが、それもなかなかうまくいかなくって、それがだんだん過激になっていって恐怖政治につながってしまった。ギロチンで処刑されたっていうのは、まあルイ16世とかマリー・アントワネットとかですよね。で、恐怖政治もなかなかうまくいかなくって、王権復興するかなって思った時に鎮圧したのがナポレオンの登場です。もう他国が目を疑うほどの強さで、もうバッタンバッタン倒していって、でナポレオンはね、皇帝としても即位したりとかして、もう大活躍の時代があったんですよ。でもそれもうまくは続かない、王政復興がありました。王政にまた戻ったよって言った時に、またフランス7月革命が起こった。ここでね、絵画的に有名なのは民衆を導く自由の女神、ドラクロワの作品ですよね。まあ、こうやってあっち行ったりこっち行ったりっていう激動のフランス史だったんです。それでですね、こういう世界史的な側面があった中で、文化がどうなっていったのか、もう激動のフランス史だったところで急速に文化というのが発展していったよっていうところがあります。まず最初にナポレオンがやった業績っていろいろあるんですが、一つにはフランス銀行の国営化、貨幣が統一されてお金の周りが良くなって一回経済が安定するんですよ。ですが一度不作、モネが生まれてきた1840年ぐらいに一回不作になって、労働者が反乱した、不仏戦争もありましたっていうような時代を経て、そこで急速にこの万博とエッフェル塔が誕生してくるわけなんですね。フランスっていうのはモネが生きた時代も不況とか不作が続いたりしているんですが、その反面、文化や工業技術というのが著しく発展していった時代なんですね。さあ、こういう時代の転換期にやってくるのが、もうアベンジャーズの人たちです。現代にも名前が残るような有名な画家バンバン出てくるんですよ。モネ、ルノワール、マネ、ドガ、シスレ、ピサロ、この人たちは文化が転換するっていうような時代背景のもと、新しいことをイノベーションをしようって思っていた当時の若手アーティストだったわけですね。さあ、そんないい時代に生まれました印象派モネの人生と作品を見ていきましょう。まずはですね、1840年ノルマンディの港町に生まれます。中学の頃とかは学校をサボって、なんかこう港をね、散歩したりとかしてサボっていたみたいですよ。モネの三大要素、光、水、日本美術じゃないですか。もう水と光をこの時すでに体感して素晴らしいって感じていたんでしょうね。で、お母さんが若い頃亡くなってしまうんですが、それをきっかけにちょっと小銭を稼ぐようになっていくんです。カリカチュアと呼ばれる似顔絵を描いて、これね、当時20フランぐらいで売っていたみたいで、そこそこ儲けていたみたいです。そして18歳の頃にとある風景画家と出会います。ウジェーヌ・ブータンというちょっと先輩のアーティストなんですが、
やっぱりフランスでは古典的な絵画というのが好まれていた中、イギリスでは風景画というのがすごいブームだったんですね。そのイギリスのブームに乗っかって若手のアーティストも風景画家を描くようになっていきます。まあ、都外制作って言って絵の具を外に持ち出せるようになったっていう技術の発展も後ろ盾であったんですが、こうやって風景画家が出てきます。そしてブータンと出会い、モネは初めてここで油と出会うことになるんですね。モネの初期の作品もめちゃくちゃ綺麗ですよね。後の印象派の作品と比べると全然毛色が違うなっていうところはあるんですが、ここではモネの写実性とか風景への関心というのが見て取れるんじゃないかなと思います。そして19でパリに行きまして、そこで本格的に絵をやっていくことになるんですが、1865年、サロンドパリで初入選します。サロンドパリという当時画家としての登竜門ってここしかなかったよねと言われたサロンドパリに2点作品を出品して、2点とも入選するっていう輝かしいキャリアのスタートを始めるんですよ。なんですが、そこから先は泣かず飛ばずでね、落選が続いていくわけなんですね。この庭の女たちとか、あとはラ・グルヌイエールとか、もう素晴らしい作品ですよね。でもこれがサロンドパリでは受け付けられなかったよっていう、ちょっと苦しい時代がありました、20代の頃ね。でちなみにこのラ・グルヌイエールという作品は、友達のね、ルノワールと肩を並べて制作したよっていうことでも知られていますね。この時すでに2人の特徴というのが出ていまして、モネはすごい水が美しいっていうことに注目していた、ルノワールは人を描こうとして描いていた。この辺の違いもちょっと比較すると面白いんじゃないかなと思います。さて、20代の頃サロンドパリなかなか入選しなかった、苦しい時代がありました。そういった中で先輩画家マネとかクールベとかっていう画家が個展を開き出したんですね。それまでサロンドパリで出品するしか道がなかった画家にとって、個展をするっていうことが新しいイノベーションだったんです。そしてモネたちはグループで集まってグループ展やろうって言ったのが、後に印象派展と呼ばれる展示会になっていきました。こちらの印象日の出は第1回印象派展で出品した作品なんですが、こちらの作品が後に印象派と呼ばれるきっかけになった作品になります。ね、この辺の30代のモネの作品っていうのは、いわゆる印象派と呼ばれるような光をたっぷりと描いたという作品になっていくんですね。さて、その後40代になると連作の時代というのが続きます。印象派展でやったグループの仲間たちとあんまりうまくいかなかったっていうことと、旅をいっぱいするようになっていくんですね。で、旅先でずっとその場でとどまって、で光の移ろいとか季節の移ろいというのを何枚も何枚も絵に収めて、で連作のように描いていったっていう時代になります。でこちらの積藁の連作とかポプラ並木の連作のように、一点のものを描いて、その時見た瞬間の光というものをずっと絵に描き留めていく時代になっていきます。そしてずっと旅をしてきたモネですが、60代になると一つの場所に定住するんですね。それがモネの庭と呼ばれているジベルニーの自分のお家、自分の邸宅にこうやってすごい綺麗なお庭を作って、そこでずっと制作をするようになります。モネの庭には日本の橋のようなものをかけたり、睡蓮の池を作ったりして、そこでずっと朝から晩まで絵を描くという、光、水、日本美術を集結させたようなモネの庭を形成して生涯を終えたということになります。さあ、モネの作品初期から晩年までいかがだったでしょうか。やっぱり最初の風景画家めちゃめちゃ綺麗だし、そこから自分の転換をしていった時のね、モネの独自性というところがやっぱり心打たれてしまうんですよね。こういうモネの魅力が世界中の人たちを魅了していったし、当時はね、エッフェル塔が立ったりとかして、アメリカとかイギリスとかからのフランスの文化の憧れがめちゃめちゃ強かった。フランスの中身はすごい不況でね、大変だった時期ではあったんですが、こういう
モネとかの印象派らの作品っていうのは、そのアメリカの人たちの憧れのフランスっていうのを映しているような作品だったんです。だからこそ世界中にこれだけ愛されている作品になったんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。モネはね、私小学校の時の勉強机のここの部分にずっとあのポスターカレンダーかカレンダーをあの絵の部分だけ切り取って、でずっと額に飾ってあったんですね。それがモネの睡蓮だったんですよ。でずっと綺麗だなって思いながら、モネってすごいなって思いながら見てた記憶があります。ぜひこちらのラジオシリーズ、番組の概要欄のところにリンクが貼ってありますので、そちらの方で最新回もチェックしてみてください。また YouTube 聞く美術館の方も、ぜひチャンネル登録、高評価、いいねボタンよろしくお願いします。それではコメント欄でお会いしましょう。